Kaoru-san and Rilakkuma-tachiがですね, 本当に毎日なんてことのない日常を過ごす1年間を描いたお話なんですけれども, 本当に普通の人が 実はこう毎日ドキドキモヤモヤしながらいろんな感情をこう動かして暮らしてるんだよっていうのが含まれてるお話なので世界中の皆さんに見てほしいなと思っています。ちょっと可愛い。期間でいうと約2年弱ですね。撮影自体は7ヶ月か。 カット数はですね、数えてもらったら22万コマ撮っている、多いですねって。一日はですね、一人のアニメーターが約10秒のアニメーションを作るのを目標にしてやっていました。普段実写ではできない想像力をこう、なんでしょう、はるか宇宙に飛ばして、雪だるまが一緒にダンスしたりみたいな、ストップモーションアニメーションならではのことができたかなと思います。 脚本も読んだ時点でもカット割りがババババッともう僕の中でもイメージがついて非常に作りやすかったですね。セットのディテール、街のディテールみたいなところにもこだわっていこうと、見た人が本当になんかそこに住んでるんじゃないかなと思ってほしいなっていう部分があったので、すごく太陽の角度とか光の作り方にはものすごくこだわったんですよね。どこにでもいる OLさんっていうのを意識して書きました。残念ながら本年度冬のボーナスゼロです。日常でつまずいたり嫌な目にあったりっていう、でもそれ以上に小さな喜びとか、今日はついてるかも。 私自身やっぱりこうずっと働いてきて、ふと気づいたら置いてきぼり感があったりとか、 なんか少しでもちょっとでもこうリラックマにホッとしたりとか、他の人にちょっと優しくできたりとかいうことがあるといいなと。<笑>まあいっか。自分自身にもちょっとリラックスしろよっていう気持ちで作りました。 気楽にお団子食べながら見ていただけると嬉しいなと思います。よく食べるね、リラックマ。